まあ、乱戦も乱戦やけど、これは今のちょっと聞き間違いめっちゃ痛いですね。どうしよう。ちょっと聞き間違いだったんで。いやーそっか。え、どうしよう本当に。なんとかしないとね。六三歩。六三歩。はい。おら、なんかちょっと味のある手が出ましたね。いい嫌ですね。単に打つんだったもう。今マニアにはたまらん映像が撮れてるはずなんですけど、大丈夫ですか。単に打つんだったにゃはなかなか言えませんよ。さあ村田先生はね、この辺から反則が出る可能性のあるタイプですから。いやいや、そう普通に悪口じゃないですか。7四角。7四角めっちゃとがめられてる、はい、7五飛車。7五飛車、はい。6三角。6三角、はい。これがね、こうですね。6五飛車。まあ、なんとか、駒をね交換しながら手を作っていこうという、ことですね。2七角成。はい。普通にやると駒損で、2枚今できてる、から香川さんが悪いんですけども、ここからなんです。マナオの強いところはここからですから、皆さん。なんとでもしおりますよ、皆さん。いやー、なんとかなんとか。王様の硬さは微妙ですね、皆さんね。これ一応美濃がコインに囲えてないけども、金に4枚はくっついてる。向こうは金に2枚の構えですから、この辺でちょっと勝負に、どういう勝負になるかは分かりませんが、なんか勝負にしたいですよね。どうすんのやろな。じゃあ3八銀、こうやっていくかな。3八銀一回こう当てた。はい。5四馬。さあ5四馬。さあチャンスがマナオさんにやってきてるかもしれません。もうこれはもう勝負でしょう。6人飛車打ち。来ました来ました。打ちます。はい、打ちました。はい、これでまあ村田六段はね、6五馬とか言ってするとね、この番組の趣旨を分かってもらってる。飛車がタダです、これは。じゃあ、6二同金。同じく金。同じく飛車なる。はい。これは、実はこれ取らずにこう上がる手もあったんですけどね、こっちをやったということはもう決戦決めにいってる。もうこれで大丈夫ということですね。じゃあ5二飛車。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 はい。危ない。危ないよこれ。もう震えてます。こうやってボロッといかれるよ。知らんよ。もうなんか一回間違えるとすごい不安、一生不安になりますね。はい。これはだから、ねえ、飛車を取りに行く構想なのか、こうやって潜って頑張る構想なのか、二つに一つだと思いますけどね。そうか。
どっちやろね。いやこれもあるんですよ。こうやっといて次にここへまた打つ手と、これも取る手がありますからね。でこうやったらこんなとこにポツッと打ってこうやってこうとかねあるんですよ。だから今ね香川さんはねここへこう打つのかこうやっていくのか、2つに1つを悩んでるとこですね。7一竜あこっちで選んだかね。飛車を取りに行くのではなく、ちょっと複雑な流れにしてしまおうと。6一歩6一歩はい、やらしいな。うん、これ打っておかないとね、6二に金打たれても6二に歩打たれても困ってましたからね。この6一歩はもう鉄壁を目指す、ですね。うーん、はい、辛い辛い辛い空気読んでない知ってんの、はい、ランド一人らしいです。8二金。まあ、結局ここに歩使ってしまうからここにはもう使えなくなって全然ダメだ、もうやだじゃあ8九馬、はい、8九馬、はい、銀、この銀もやっぱり攻めに参加させないと勝負にならないんで参加させてきましたけども、さあ、2六桂。いよいよ香川城に火がつきました。ここのねテーマは急所ですね。4六歩。これは柔らかい手でね、こう銀が出てく手とか銀引く手とか守りもねこれでできる。ふわっとした香川流のいいところが出てますね。はい、そうですね。3八桂成。同じく金。いやこれはどうやろな、難しいね。村田六段の方が優勢は優勢ですが、飛車を自陣に使ってしまってること、それから7二の銀に、8二の金が当たって種駒になってること、それから、こちらの陣形すぐには崩れませんので、6二飛車。うおー、もうこれさえ使ってしまえば負けるとこはないということですね。そうですよね。ただ、どうやろう、こうやってこうやってここへまたビチッとしちゃうとく手もありますからね。でここに銀受けたらここへ桂馬打って手をつないでいけばまだまだわからない。6三歩。そうですね、これは香川さんがひねり出した手です。おお、これは面白い手が出ましたよ皆さん。いやーそうか、ちょっとね、今村田明宏六段が、まあ、今悩んでます。はい、彼は今日尼崎に帰る予定だったんですけど、これ負けますと富山に帰ります富山帰ってもう二度と出てこないっていうね6三同銀で同銀同銀と取るのはそんな雰囲気ですね。これはねここに打てる手とこれがまあ楽になってるんですけど、さあここからどういうふうに、ポイントをもう返していくかという展開になりましたね。
今日は多くのお客さんがね、これの目の前で見ているというの実はシチュエーションです。たくさんいますからね、子供たちもいるし、なんか子供が叫んでるけどね、なるべく内緒の中に静かに行こうか。はい、その方が映像さあ、かがす91金、91金、これもまたひねった手です。これは実はこの銀が動いたらね、こういうところから攻めていこう、ものすごく苦労してますね。さあ、52銀、さあ自然な形を選びました。52銀と引いて飛車を通しながら55桂の筋を過ぎながら68香、固めました。68香、これはさすがですね。91銀から68香というのはですね、この場合のおそらく最善じゃないかなと思ってます。さあこれで、どう指すか。66桂、66桂、桂ですよね。はい、66桂ですね。今なんか観客席から歩が打てるって声が聞こえたんですよ。66桂ですね。66桂です。はい、よろしいですか皆さん。66桂ですね。はい、ブブー、反則負け。ええ、マジっすか。すみません、負けました。ブブー、すみません、負けました。反則です。1枚だけです。あ、そうか、5号桂打たれてないですもんね。打たれてないです。打たれたとこで読み筋を作ってたから。いや、すみません、いや、これはやばいことになりました。勝ちました。すみません、負けました。いや、いや、すみません、ありがとうございます。いやいや、目隠し将棋の一番怖いのはこれなんです。何コマ使うんです。で、何コマ使うって本当はね、そこで何よって言ってあげたらいいねんけども、これやっぱ勝負やからね。で、マナオチャンネルですから、これはね。いやいや、これはもうしょうがない、切られ役やから今日は。いやいやいや、ちょっと、しかし66桂はいやないわな。強者、でもどうやって行くんですかね。強者は飛車取ろうかなと思ってたんですけど。あ、そうですね。だから64、そうですね、まあ、強者に対して困ってるかもしれませんね。ちょっとね、だいぶ戻しましたね。そうですね、あの序盤のひどい流れを、ちょっと本当にごめんなさい、ちょっと流れをね、返したですね、馬の力強さがちょっと出たかもしれませんね。そうですね、はい、今のね、あの反則はね、僕分かるんですよ。てっきり5号桂打ってると思ってるんですよね。5号桂ってやって、桂になって同銀にこう桂打ってたら済むことやからというね、頭の中でちょっと組み立てすぎたかな。ああ、いや、はい、なんか。ということで、手数は55手。55手、一番近い人は85手。離れすぎやな。まあ、しょうがない。で56手やねんね、本当はね、6手の数指してしまってるからね。まあ56手、85手が自分違い。ではそれでは、その人に商品を差し上げたいと思います。岡山から、岡山から、あー、あー、じゃあ、はい、じゃあ、お二人で一緒に渡しましょう。はい、おめでとうございます。いや、実はね、脳内将棋は、またそのスペシャルのお見せしますけども、これ一番事故が起こりやすいんですけども、ほんまにやりましたね。役者も完全に進んで間違えました、はい、これでも面白い定石やったと思います。ちょっと序盤だけ教えて。あ、7五歩に6二飛車というね、ちょっと皆さん面白いですか。これちょっと習っていきましょう。はい、うちのね、師範代もやっとったんですけど、はい、師範代、山本慎也先生もこの6二飛車やるんですけど、あ、そうです。7六歩、6四歩、あ、3四歩、7五歩、6四歩、6六歩、6四歩のなんか、はい、とみだってすごく、あ、そうですね、なんか打たれそうで、なんか違和感がありますけど、打つとどうなる。打つと、角打ち返せる。うん、で、角
こう素で慣れるんですけど、こっちもこう2箇所慣れるんですけど、こっちは慣るだけですけど、じゃあ歩を取りながら慣れるんで、はい、なるほど、まあ、そういうということは、まあ、打てないということで ね、 そうですね、はい、そこで本当は一応あもう出されてる、そうなんです、はい、ちょっとでも最近こっちやってるんでちょっとどんなんやん、本出したやつやっていいのかよそうなんです、本出しておきながら最近本も皆さん読んでください、はい、で、7、8、飛車、6、2、飛車、で、で7、8、飛車って回ったらいきなり疲れちゃう、6、5、歩やったね、そうですね、まあこれは仕掛けていきたいなと、これ定石なんや、まあ、定石かわかんないですけど、一応、はい、うん、あの考えられる変化で、へぇー、そうですね、初見ですか、あんまりやったことないかもしれないですね、いや、結構、うん、すごい、なんか技かけたくなるんですけど、いろいろね、いろいろあるんで、ね、はいはい、ちょっとこっちから打っちゃいました、はい、なんだろうか、飛車だったんです、はい、だから角を手放しちゃってるから、こう空振っちゃうとやっぱりこう負担になっちゃいそうで、はい、ちょっと怖かったです、ここ、そっか、あ、そうですね、そりゃそうですよね、6ミリ、あ、確かに、いや、ちょっと香川さんはこれで間違ってたんですけども、そうそう、銀の位置をね、ちょっと6人やと思ったけど、6人、いや、そこからおらんと思うけどな、なんか聞こえちゃったんですはい、まあ、せっかくですし、すいません、こうやってこれ、あ、そうですね、角鳴って同金に飛車取って、で、8-8か、で、8-8か、これ飛車なんや、あちこち取ったね、単に打つんでしたかね、あ、単に打ったら、まあ、取るつもりでしたけど、はい、そうか、まあでも手番なんで、まあこういうふうに、まあこれ序盤はね、まあこの辺でいいんですけども、はいはいはい、まあ非常に乱戦になるけども、これ居飛車もね、やってみたい変化ではありますね、あ、そうですね、振り飛車党としてはちょっと嫌やね、これちょっと面白い変化ね、まあどう、はい、いや、しかも目隠し勝利でまさかこんなことになると思ってなかったから、すごいだって目隠しに自信あんねんもん目隠しなら負けない自信あんねんもん、あ、66K いや、しかも 66K 打って、あとは58銀打ってとか、なんか続き考えてたんですけどいや、あ、金引いてるんです、金引いてます、はい、うん、なんか、はい、そうですね、でもまあ最後はだから、あのちょっとここら辺で悪くしちゃったんですけど、ちょっと粘って、はい、いいですね、はい、はい、いや、これちょっとね、あの尺としてはね、マナオチャンネル一番いいと思う、尺では一番いいぐらい、そうなんですかね、どうでしょう、計算してくれたんちゃうかな、見たい、本当にすいません、急なお願いで、あ、いいはい、ということで、まあ、目隠し将棋、皆さんくれぐれもやらないようにしてくださいねもうプロでも失敗しますからね、はい、ということで、今日の、模範対局はこういうことで反則負けで村田六段負けましたけど、香川さんの顔を立てたと思って皆さん拍手だけよろしくお願いします、ありがとうございました。